鈴鹿 F2 シリーズ1983年のシーズンを迎えました。今年もおなじみ堤智彦さんの解説でご覧いただきます。堤さん、第一戦から風雨注意報の中で行われるという、ね、そうですね、今日は波乱不気味、面白くなると思いますよ。はい、そして、ピットのレポートでございますが、安藤優子さんと今宮潤さんです。よろしくお願いします。それでは鈴鹿 F2 シリーズ第一戦、鈴鹿ビッグ2アンド4レース、ごゆっくりご覧ください。堤さん、今年の開幕戦は大きく変化して迎えることになりましたね。そうなんです。この昨年のチャンピオンの中島悟選手はアイ&アイレーシングを離れましてね、新チームの原田レーシングへ、まあ、移籍したわけですね。でこの中島選手の後釜はホンダエンジンが経験豊富だったジェフリース選手、この選手が入りました。そしてこの松本選手は今まで、まあ、ずっとダンロップだったんですが、まあ、BS で、まあ、みんなと一緒に走りたいというんで今度は BS タイヤに移りまして、この星野選手なんですけどね、びっくりしました。星野レーシングを自ら設置しまして、まあ、独立しました。でヒーローズはこの星野選手が抜けたことによってナンバー2のこの高橋徹君がナンバー1になり、まあ、ニューカーマーとしては小川仁志選手、そして伊丹健二選手、まあ、S3 の中川治選手らが、まあ、顔そら揃えるということになったわけですね。はい、というようなわけで大きく変化しての開幕戦なんですが、各社がピットアウトしてフォーメーションダミーグリッドへ向かっております。おっと、これは新人の中川治選手なんですが、第1コーナーでクラッシュしています。スリックタイヤで出ていったその矢先のクラッシュですね。これはね、本当に気の毒ですね。まあ、本人ね、本当砂を噛む思いだと思うんですが、まあ、それだけねやる気だったわけですね。この雨の中ね、まあ、このドライで行こうという意気込みなんですね。はい、各社フォーメーションラップを控えましてダミーグリッドについています。中島悟はライトレインという溝の浅いタイヤをチョイスしております。そして松本はインターミディエイトというオールウェザーのタイヤを選びました。その他はほとんどがレインかライトレインを選択しているようです。藤田はチームメイトの中子のクラッシュを見まして急遽レインに履き替えました。今日のレースはですね、このタイヤの選択が重要な鍵なんですね。果たしてこれから雨が降るのか晴れてくれるのか。そうですね、さあシグナルが青に、ベンベイをドライブするのは小川仁志。予選でエンジンが壊れてノータイム、承認を得て最後尾からのスタート。以上16台によって決勝レースが争われます。
さてそれではここで今回のレースからお目見えする試験員をご紹介いたしましょう。130ワールド最終コーナーの間に設置されております。まず右へ90度、そしてすぐに左へ90度というかなりの急角度に作られております。トライアングルコーナーと呼ばれておりますが、堤さん、かなりのテクニックを要するコーナーですね。そうですね、まあとにかくこの進入のところのですね、目標がないのでどこでブレーキングしていいかわからないわけですね。それからご覧のように非常にタイト、まあ、90度直角コーナーのクランクなんです。おっとスピンしましたが、そんなわけで非常にね、こうスローインファースターとゆっくり入らなきゃいけないわけですね。なるほどね。そのトライアングルコーナーを抜けまして、フォーメーションラップの各社がグランドスタンド前に戻ってまいりました。降り続いた雨のためにレースは30周から24周に短縮されております。さあ間もなくスタートということになります。先ほどスタートできなかった藤田選手は、ピットからのスタートになります。鈴鹿 F2 シリーズ第1戦ビッグ 2&4 レース、果たして誰がトップを奪うことになりましょうか。スタートの一瞬にご注目をいただきたいと思います。全車グリッドオンいたしましてから10秒以内のスタートになります。さあシグナルが青に変わってスタートしました。星野好スタートです。24番の高橋健二も続きます。中島、松本が出遅れました。トップは星野です。2番手に中島と高橋健二が並んでいます。中島が抑えました。中島抑えました。中島からくも2番手をキープ。トップは水戸がスタートダッシュを見せました。星野が奪いました。それではここでスタートの模様をスロービデオでもう一度ご覧いただきましょう。堤さん、中島選手の後輪がちょっと揺れてますかね。そうですね、まあ、かなりですね、パスコでパーをかけたんで、まあ、パーがかかるわけですね、ただその前にやはり星野選手が出てきましたんでね、彼はかなりそれを意識してちょっとパーをかけたという節もありますね、なるほど。とにかく星野選手が狙ってましたね、一発ね、セコンドローってのは非常に狙いやすいんですね。あ、なるほどね、はい。そして中島選手の後輪が揺れたところを高橋健二選手が抜いています。さてトップの集団は早くもヘアピンに差し掛かってまいりました。依然トップはダークマイルドマーチをドライブいたします星野和義、続いてエプソンマーチの中島悟が2番手につけております。その後方は3番手高橋健二、4番手に高橋邦光と赤と黒のマシンが続いてスプーンコーナーへ向かってまいります。堤さん、星野選手マーチ832がまず先手を取ったということになりますが、このマーチ832の特徴みたいなのをちょっとご紹介ください。はい、もう実はですね、822でものすごくこのリファインされてきたというか、もう追求されてきたマシンなんで、もう手の加えようがないんじゃないかと思ってたんですが、はい、まあもう少しですね、また仮面の空気の流れを良くしたりですね、さらにまあダウンフォースを上げようという努力がしている様子ですね。外見的にどうですか。はい、まあちょっとドライバー位置がですね、かなり前の方に出てます。これはセンターガスバック、まあセンターにタンクを積んでいるので、それが大きくなったということですね。まあ操縦性をもっと良くしようということでしょうね。ただセッティングに要する時間が少なかったですね、今回。なんといってもニューマシンですからね、ですからこれを使わない、中島選手はちょっと使わなかったんですけども、松本選手は非常にいい車だよと、はい、それからエルグ選手もバランスがいいよというようなコメントを言ってるようですね。なるほどね。そのマーチ832と822の星野中島がぴったりついてグランドスタンド前に戻ってまいりました。中島スリップストリームを使いまして星野に仕掛けていきます。さあご注目ください。中島が意味出ました。どうでしょうか。ダメです。星野からくも抑えました。複合コーナーに入ります。さあこの832と8人の対決はもう一つベンベーとホンダパワーの対決ということになるんですかね。そうなんですね。これがね、私一番その興味があるんですけども、なんといって今先頭走ってますのはベンベーパワーなんですけども、はい、ベンベーの4気筒、これがですね非常に中速トルクが高いんじゃないかと思ってたんですが、ホンダのですね V6 エンジンが非常にこの中低速トルクピークのない、幅の広いエンジンにデザインしてきてるわけですね、はい、ですから今のところですね、最大馬力も大きいと、それから使いやすいということがどうもホンダの大きなメリットになってる様子ですね。なるほどね。ですから星野選手どこまで逃げ切れるか、はい、このパワーをものにしてですね、中島選手がどれだけ追い上げられるか、これから先は非常に見ものですね。ホンダは2台エントリー、中島リースともにホンダエンジンについては経験豊か。一方ベンベーの方もヒーローズに供給してますし、それから国内 F2 にも本腰を入れてきましたよね、今年はもうベンベーがですね、はい、力入れてきてますからね、現在トップは星野です。中島はその後方から抜き所を伺っているという感じになりますが、この辺の2人の心境はどうでしょうか。いやもうそれはね、星野選手はですね今いいチャンスだと思って逃げてると思いますね。とにかくスタートがあれだけいい、スタート切れましたからね。ところが中島選手の強さも知ってます。それから中島選手のエンジン写真についても知ってます、で一方中島選手はですねもうじっくり追い上げるという感じで狙ってます。もういつでも射程に入ってる感じがしますね。非常に冷静なドライブだ。ここで星野選手は苦しいんですね。そうでしょうね、はい、
まあ、特に今回どちらが勝ってもですね F2 10勝目というね、いわゆる2桁に乗りますからね、その辺のところで、お互いの駆け引きというのも心理的にかなり重圧になってくるんじゃないかと思います。まあ、今このトライアングルコーナー出ましたけどですね、はい、ここでは非常に後ろにも接近してきて未来に大きく切ってしまうんですね。そうでしょうね。その中島がまた星野の後方にぴったりとついています。今度は抜けるでしょうか、抜けるでしょうか、外から中島抜いた、抜きました、中島トップに躍り出ました、中島トップに出ました。さあ今の中島がトップに出たところをスロービデオでもう一度ご覧いただきましょうか。グランドスタンド前、ここでですね、はい、もう狙ってますね。とにかくトライアングルコーナーを出た時からですね、やはりホンダパワーの加速を一気に秘めて思いっきり効率よく出たという感じですね。そうですね、まさに狙いすまして抜いたという感じでした。それではここで中島選手のレース前のインタビューをお聞きいただきましょう。まあ、でも雨 の, その準備っていうのは、2日前でしたっけ、うん、この間ね、走ってるから大丈夫だと思う。でまた車も去年使ってた車だから、そういう意味じゃデータもあるし、他の人たちは新しい車だからいろいろ走んなきゃいけないかもしれないけど、うん、まあそうだと思うね、まあでもこれぐらい降ったらセッティングも何も関係ないみたいね。ああそんなすごいですか、すごいね、うん、この雨でね新しくできたの試験員どうですか。いや意外にあそこはいいのよ、雨で、うん、どうして早く行こうとしないから、あどっちみちダメじゃない、だから意外にスムーズにいっちゃうんでね、晴れてて頑張ろうとするとダメだけどね、うん、雨が降ってもあまり関係なしという中島選手、結局タイヤだけが雨仕様であとは晴れ仕様ということになるんでしょうか。さてそれでは続いて追われる立場から今度は追う立場になりました星野選手のインタビューをお聞きいただきましょう。車も83に、まあ、エンジンも買って体勢を組んで、うん、で車が来るのはちょっと遅れちゃったから、だけどそれはね、同じセルモで松本圭ちゃんがいるでしょ、はいはい、でもうミッションのファイナル日もサスペンションのあれもそれに合わせて走って、あそれでよかったらもうパパパってもうデータが決まってるから、あ焦ることは全然なかった。時間的に俺が乗る時間は少ないけど、それはもう十何年やってきてるから、インスタントに俺は合わせられるから、もうそれで食っていかなくちゃならないから、なら大丈夫。まあ予選3位のポジションですけれども、これについてはじゃあどういうふうに。まあ一生懸命やった結果がこうだからね、うん、いろいろ言っても言い訳っぽくなるし、うん、今日頑張るしかないね頑張るしかないという星野選手のインタビューでございました。さてこちらは3位争い、24番が高橋健二、同じチームメイトの25番高橋邦光、その後方37番のジェフリースの激しい3位争いということになりました。堤さん、水煙上がってますがね、雨が止んでまして、いわゆるレインの状態ではなくなってきてるわけですよね。そうですね、まあ、これからですね、まあ、ドライの方向へこう来ていると、この辺でやっぱりレインタイヤを履いているチーム、ドライバーたちは非常に苦しいわけですね、つまりレインタイヤってのは溝幅が狭いですから非常に発熱しやすいわけです。やっぱり発熱してしまいますと、まあ、ブローと呼んでますがオーバーヒートしてしまいまして、うん、ゴムがボロボロになってしまうわけですね。その辺のところであるいは、水たまりを選んで走っている選手もあるいはあるかもしれないという状態です。この辺りそうかもしれませんね。そういうことですね、はい、おっとカーナンバー5番の藤田直弘がピットインです。どうしたんでしょうか。ピットレポートの安藤優子さんと今宮潤さん、カーナンバー5番ピットインです。はい、さあどうでしょうか、安藤さんと今宮さん、もう一度どうぞ。ちょっと今まだ分かりませんけれども、タイヤはどうしたんですか、うん、ちょっとまっすぐ走んなかったね。車がまだ全然走ってない、今買ったことしたての車ですから、その辺やっぱり、まっすぐ走らなかったという藤田選手なんですが、残念ながらリタイアですね。そうですね、実は藤田選手は朝のフリー走行の時に 130R でクラッシュしてしまったんですね、はい、もっと雨がひどかったんですけど、でまあ、スペアカーからパーツを取りまして、はい、急いでリペアしたんですが、まあ、セッティングが全然やっぱできてない状態で本番に走ってしまったわけですね、はい、さてこちらは6位争い、カーナンバー3番高橋徹と7番のエジェ・エルグの戦いです。高橋徹は初めてのレースでこのポジションですから大変立派です。木曜日の練習走行でベストタイム1分57秒を出して全員を煙に巻いたといいましょうか、舌を巻かせています。この後の高橋徹選手どこまで頑張るか見ものということになります。レースは8周目から9周目へと入ります。3分の1を間もなく消化しようとしております。トップ中島、そして2位の星野、その差が2秒09です。3位には40秒の大差がついておりますが、
さて中島と星野ですが、堤さん逆転の可能性どうですか。そうですね、まあ星野選手はですねやはり手堅く一生懸命それでも追っかけようとしてますけどね、はい、一方この中島選手なんですけどね、まあ、さっきもね試験から脱出をですねうまく合わせまして、はいはい、最大限に効率よく逃げてますんでなかなか難しいんじゃないでしょうか。さて試験を抜けましたのは24番高橋健二を先頭に3位争いです。25番が高橋邦光、そしてその後3番が高橋徹、7番がエジェール、8周目に高橋邦光を抜けましたリース、今度は高橋健二に迫っております。リースがインに入ってかわしております。これでリースが3位に上昇いたしました。リースが3位に上がりました。さて一方こちらは8番松本のマーチ832、かなり晴れてきたんですがオールウェザータイヤが効果を発揮するコンディションなどにはちょっといかないでしょう。現在8位とやや低迷です。その後方松本に14秒遅れております帰り新山、23番三松建設マーチの和田隆夫です。和田隆夫がおっとっとっと正面のグランドスタンド前あわやスピンという感じでしたが立ち直りました。そして10位争いになります。16番がオートバックス透明マーチの萩原、それからピンクのマシン33番トライデントマーチの清水、この2人のデッドヒートももうこれで9周目に入りましたね。そうですね、はい、それでは今年は日本に住んでレース挑戦をするという現在3位のリースのインタビューをどうぞ。奥さんもお子さんもいらっしゃるんですけど、もうじき呼ばれる予定なんですか。You left your wife and children back in England. Are you going to call them here or? Yes. After this race, they will be coming. Just before Fuji, just before the race at Fuji, or maybe just after. Okay. このレースが終わったら一応来ることにはなってるんですけども、まあ富士のレースの後になるか先になるかわからないんですけど。まあ一つ二つやっていくと日本 の、 その、ね、環境にもなれると思いますし、またチームそのものも新しいところからこう、ね、少しずつ積み重ねて良くなると思うんで、ぜひ元 F2 チャンピオンのですね力を日本に住んでぜひ発揮してほしいですね。 Thank you. I will do my best.まあヨーロッパ仕込みのこの選手がですね日本のサーキットを知り尽くして、そして日本のドライバーと競り合ってほしい、こういう感じですね。そうですね。さて試験にかかります。高橋選手が3台連なってきました。その前で高橋国光がスピン、高橋健二が詰まったんですがその横を高橋徹が抜けていっています。スローで見ましょう。そうですね、徹選手がいいとこ行って、あ、ここでも狙っていきましたね。はい、徹選手はなかなかまあ冷静によく狙ってましたね。そうですね、はい、スタートこそ失敗したんですが、高橋徹選手は6位から落ち着いたレースぶりでついにスタートと同じ4位にポジションを戻しております。この高橋徹選手につきましては去年のこの番組の中に設けられました新人コーナーでご紹介いたしました。昭和35年広島生まれ22歳、堤さんとは親子ぐらいの差があるんですが、はい、82年には F3 にステップアップして、はい、そして2回優勝シリーズ2位になってるんですね。そうですね、今年はヒーローズの田中監督にスカウトされまして星野が離脱したことによってヒーローズのナンバーワンになっております。それではその高橋徹選手のインタビューをお聞きいただきましょう。今ね、つまり上の方にいる人たちはすごくその若干22歳の人間が追い上げてるという感じでね、戦々恐々としてると思うんですけれども、そういう自分がこう若さみたいなものでなんかぶつかっていくというか、あんまり年齢は関係ないと思いますけどね僕もやっぱりテクニックですよね本当にね。そういうテクニックの面でね、こういう風な人のテクニックを盗みたいっていう誰かいますか。今日も雨降ってますけどね、中島さんなんかのね雨すごい前からね、例えばどんなところですか、具体的に中島さんのテクニック。どんなところ、やっぱ速いところですね僕も速くなりたいですね。今年のね抱負っていうか、今年はこういう風にやっていきたいっていうことはありますか。まあ一戦一戦ずつねこうどんどん進歩していくように頑張りたいですね。おっと、これは高橋徹と同じく今年から F2 挑戦の10番の小川仁志、こちらはトラブル発生のようです。再びピットレポートです。カーナンバー10番の小川仁志が今ポインしているところなんですけど、どうしたんでしょうか。プラグを点検してますからね、まあ、多分エンジンの方がおかしいということなんですけど、まだちょっと今作業中ですかわからないですけどね、ただ彼の場合練習中からエンジンの問題がありましたから、ね、だからやっぱりその辺が本番でもちょっと、うまくないなっていう感じですね。でちょっと走れるかどうかまだ今のところわからないです。
さあ4位に上がりました3番の高橋徹、3位の37番リースに迫っています。そして7番のエルグも高橋健二を抜いてリースと高橋徹に迫っています。このあたりリースはバイアスタイヤなんですがどうでしょうかね。そうですね、まあ、バイアスタイヤの場合ですね、はい、特に今回資金ができましたんでね、はい、やはりそこのピックアップというあたり、この辺がやっぱりちょっと辛いかなという気がするんですけどね。なるほどね。まあでも今日は雨ですのでね、はい、あんまり差は出ないんじゃないかなという気はしてるんですが、はい、一方高橋徹選手の走りっぷりを簡単にどうぞ。そうですね、非常にやっぱシャープさといいますかね、やっぱり F3 でかなり乗り込んでますからね、はい、コースを知り尽くしてるわけですね、非常に慎重にいってますね。なるほどね、そんな感じが十分に伺えます高橋徹選手です。さて高橋徹選手とは対照的不運に見舞われました10番の小川、ようやくピットアウトいたします。11番の伊谷もすでにリタイアしております。これで新人で無事に走っているのは高橋徹だけということになりますね。そうですね、はい。さてその3番の高橋徹、デグナーで37番のリースを抑えました。3位です、3位に上がりましてヘアピンにかかりました。3位ですよ。いやこれはすごいですね、まあ、とにかく、ね、これだけ検討するとはねちょっと、まあ、想像できなかった、まあ、予選中もですねなかなかいいタイムを出してましたんでね、はい、しかしまあ雨ですからね、まあ、雨だった場合にはもう少し後方を走るかなと思ってたんですが果敢にも攻めてきますね。そうですね、ヒーローズの田中チーム監督にとりましては予想もしなかった高橋徹選手の活躍、果たして田中監督はどういう気持ちなんでしょうか、ちょっと聞いてみたいと思います。とうとう出てきましたね3位まで。そうですね、内心すごい喜んでるプラス 2.3。 いやでもタイムどうなんですか。トップよりさ、まあ3秒中ぐらいベストで、まあこのコンディションじゃキャリアが物が言うから、いいんじゃない。いいですか、このまま、まあ、いけばもう十分100点満点、もう120点。120点そうでしょう、思わず顔がほころんでくるという感じ。高橋徹選手は早くもリースに2秒の差をつけました。その後方今度は4位に下がりました37番リースに7番のエルグが迫っております。外人同士の4位争いということになりましたね、注目されますが。そうですね、まあ、リース選手もですねなかなかこう苦戦している様子ですが、まあ、とにかく練習中からマシンがなかなか仕上がらずにですね、はい、かなり不運に見舞われていまして、まあ、今日はなんとか最後まで持たそうという感じじゃないかと思うんですがちょっと苦しそうですね。まあ、タイヤの方はバイアスとラジアンの差があります。その辺のところも影響していきましょうしね。そうですね、まあこれちょうど中途半端な今天気になってきてますからね、路面状態が、ですから、まあ、レインとちょっとそのインターミディエートが有利なのかなというあたり、その辺のタイヤのマッチング不足もちょっとあるようですね。さあエルグがリースにピッタリとつきました。インから並びました、抜きました、抜きました。最後はリースが譲った感じになりましたね。ちょっとご覧いただきましょうか。ここでまあ狙いをつけて上がってきてますね、まあ、リースとしてはですね、はい、次のコーナーで抑えようとしたんですがもうちょっと抑えきれないということで、はい、もう譲りましたね、あっさりと。一方カーナンバー1番エプソンマーチの中島は15周目からまもなく16周目に入ろうとしております。日が差してまいりました鈴鹿サーキット。中島の前を行きますのは16番の萩原と33番の清水。ラップ遅れになりかけておりますが相変わらず激しいバトルを展開しております。中島絶好調、清水萩原を抜きます。さあ堤さん、中島は大変好調のようで現在星野との差が5秒84ですね。そうですね、まあ、先ほどからずっと見てますとね非常に冷静なドライブしてますね。まあ、このところですねもう中島選手は自信に満ち満ちてるわけなんですね、はい、ですから迷いが全くない。で、まあ、こういうふうに今見てていただいて分かると思うんですが車の流れが非常にスムーズなんです。全くこの微動だにしない、はい、まるでレールの上を走るような正確さ、まあ、この辺りが中島選手の、まあ非常に彼の冷静さを伺えるわけですね。そうですね、まあ、チーム体制も今までの市澤選手のチームから、まあ、原田レースに移りまして、はい、まあ、彼としてはもうここからまた新規巻き直しで一歩行くんだと、うん、どうしてもやっぱり今度はですねもうアイアンラインには負けられないという意識もあるでしょうし、ここで一発勝ちたいという意識があるでしょう。それから、まあ、今回あえて822を選んでいる理由、はい、まあ、この辺が彼のですね非常に大人だなという気がしますね。何かこう新しいマシンにすぐに飛びついていかなかった、既に完成された822を使っているとそういうことですね。まあ、チーム体制そのもの、それから中島選手そのものの体質というふうなところもあろうかと思いますが、今年のストーブリーグを騒がせた中島星野、この2人が
現在1位に争ってるわけで、その辺のところも興味ありますね。ありますね、はい。バックストレートの中島、まもなくトライアングルコーナーへかかりますが、今年最初のスローコーナー、新設されました試験での中島の走りをリースと高橋徹の2人で比較してみたいと思います。まず中島とリースです。さあ、ここがブレーキングポイント、ちょうどブレーキをかけ終わったところなんです。実はね、ここは目標がなくて見にくいんですけども、さあここから切り込みます。見ててください、中島選手は一挙にスパッと切り込みますね。これがクイックターンなんです。中島選手得意のクイックターンで、もうほとんど角度が中島選手こっち向いてます。それから進入の深さが違いますね。ここで中島選手はもう一発スロットルをオンして突っ込みます。そしてさらに今度は左コーナー、ここでもう一度クイックターンをかけるわけです。これだけ約そうですね、3分の1写真ぐらいちょっと中島選手が出てる感じがしますね。あ、そうですね、はい。そしてここで中島選手は慎重にスロットルを開いて、この辺りから加速に移るんですが、はい、その時のスピードが今出てますが、はい、中島選手の方が74キロやっぱ速いですね、はい、5キロ違います。で中島選手がずっとイン側にいましたね。クイックターンをかけてるからなんですね。これは次の左コーナーのためにあのポジションにもうすでにいるわけですね。さて今度は中島悟選手と高橋徹選手を比べてみましょう。あんまりラインが違わないような感じがするんですけど、ただね、よく見てください。高橋選手はもうすでに右へ曲がろうとしてるんですよ。あ、なるほど。とにかく早く右へついてるわけですね。ここで中島選手見てください、すでにここのコーナーは高橋選手の方が早いんですね、はい、早く進入してます。そしてここからグーンともう一回スロットルを踏みまして奥へ突っ込みます。ディープに突っ込みます。さあここですね、高橋選手の方がここはうんと突っ込んでますね、中島選手の方が後ろにいます。ここまでは中島選手の方が遅いんです。ああ、さてここから中島選手は脱出に力を入れてます。急いで大きく大回りをしているわけ、小さい半回転半径を回ってそして出てきた。ああ、つまり中島選手はこの最後のコーナーに全力を集中しているわけです。なるほど、ね、ですから出口が早いわけですね。しかも一番いいラインを取って、ね、少し見てください、アウト側にいますね、アウト側にいた方が次の右コーナーには有利なんです。福井さん、ピットレコードです。雨がね、完全に上がって、本当にお天気になってきたんですけど、随分コンディションがね、違ってきて、ですから、こうなってくると、タイヤの関係がまた今度は逆転してくるわけですよね。オールウェザーを選んだ松本選手が、だんだんにその、乾いてくるから有利になると。でウェットのタイヤの方の人は溝も深いですから、スリックからで松本選手の方がスリックに近いわけですから、だから路面がドライになってくると彼が浮かび上がってきて、うん、今突破してるウェットのグループがさてこれからどうなるかっていうんですけれども、松本選手のね、読みが当たったとはまだ言い切れないかもしれない、まあ、あとまだ5周っていうか、うん、もう5周しかないっていうか、だからそれであとそれがどういうふうに答えになるかっていうのが最後にそれが正解だったかミスだミスチョイスだったか出ますよ。その松本が5位のリースをデグナーで抜いてヘアピンにやってまいります。松本が順々に上がってきてます。一時は8位でしたからね。そうですね、まあ初期の頃は相当やっぱり水がありましたんでね、はい、インターミディエートですとちょっときつかったんですけども、はい、ここまで来ますともう耐えてきてますからね、タイムぐんぐん上がってきてますね、残り少なくなりましたが一言松本は勝てそうですかね。そうですね、まあ、だから全力を尽くして追い上げようということなんでしょうけどね、しかしここで油断はできないんですね。松本にとってちょっと残り周回数が少ないという感じではないでしょうか。辛いところです。レースは早くも22周目に入りました。依然トップはエプソンマーチをドライブいたします中島悟、残りは3周弱、2位の星野に26秒差と独走態勢に入っております。まあ一応ここまで来ればですね、もう中島選手安泰ですね。しかもまあこれだけリードしてますからね、決してコーナーで無理をする必要がない。そうでしょうね、タイヤを持たせることができますからね、はい。こちらは2番手の星野です。他の2台はトライデントマーチの清水とオートバックスマーチの萩原、いずれも周回遅れなんですが、星野どうしたんでしょうね。この2台の周回遅れのマシンに迫られてますね。そうですね、かなりペースダウンしてるようですよ、はい。このペースダウンは何でしょうかね。まあ一つ考えられることはですね、まあ、タイヤがブローしてきたんじゃないかなという気がするんですけどね。ああ、なるほどね。まあエンジンがあるいは多少不調になったかなということもあるでしょうけど、はい、それにしてもちょっと落としてます ね、 そうですね。ちょっと星野がスローダウンして、ペースダウンしているのがどういうことか分かりませんが、この周回でちょっと見てみたいと思います。
こちらはヘアピンのカメラに切り替わりました。あ、清水が前に出てますね。抜かれました。はい、萩原にも抜かれそうな感じです。ヘアピンに入ります。星野なんとかヘアピンの入り口では抑えてますが、どうでしょうか。エンジンも特には悪くはなさそうなんです。はい、ヘアピンの立ち上がり非常にそうですね、はい、何かやっぱりおかしいですね。そうですね、はい、こうなりますと堤さん、あと周回2周ですが。そうですね、まあ、あれだけ落としてるということなのでちょっと心配ですね、はい、そうですね。考えられるのは、まあ、一つにはタイヤのブロー、それからあるいはですね、まあ、何かタイヤに、まあ、例えばパンクとかエアモレとかですね、何かどちらかが起きているということかもしれませんけどね。あ、星野選手のタイヤもね、スローが出るようですから、ちょっとそれを見てみましょうか。はい、はい、フロントは大丈夫のようですね。そうですね、左側もいいし、あ、右の後輪、あ、これはエアモレのようですね。相当下の方が変形してますね。かなり、ね、かなりもうタイヤあれだけあのエアが漏れますと、ちょっと難しいですね。こちらはトップを行く中島です。すでに23周目に入っております。中島のチーム監督原田さんのインタビューです。入ってきましたね。なんとなく前線を選んだ松本さんも追い上げてるみたいです。松本君がね、タイム上がってませんでね、全然変わってませんから、このまんまで裏がまだ濡れてるようですが大丈夫です。大丈夫です、ね、分かりました。堤さん、原田監督は笑顔で大丈夫と言ってますけれど、ただあの星野選手が同じタイヤを履いて、あるいはタイヤブローじゃないかというね感じがしてるだけに、ちょっと心配じゃないでしょうか。心配だと思いますね、ですから、まあ、あの中島選手もまあご覧のとおり水で冷やしながらですね、走ってますね。そうですね。さあ、中島はすでに残り1周を切っています。こちらはスプーン入り口のカメラです。三松建設マーチの和田選手、どうやらリタイアの模様です。あ、リタイアです ね、さあ、エプソンマーチ8位に踏んだ中島悟、2位の星野に大きく水を開けました。最終ラップに入っております。2番手のダークワイルドマーチ、今トライアングルコーナーへ進入してまいります。中島との差は1分近くまで広がってますね。そうですね、もうとにかく大事に大事に、ここで壊したら何もなりませんからね、チェッカーまで持つかどうかっていうのが心配になってきますから ね。さあ、星野はチェッカーまで持つかどうか。今グランドスタンド前を通過していきます。そしてすぐ後ろにユニペックスマーチの高橋徹が来ています。星野との差は8秒40ですか。そうですね、もう迫ってきました ね、そうですね。ですから、まあ、星野君は当然ですね、後方から追い上げられているというのはスピットボードで見てますからね。そうですね。ところが、まあ、ここで焦って壊しても何もならないというのは辛いところでしょうね。はい、現在4番手赤と白のマシン、ミケロッテマーチのエジェ・エルンがつけております。そして5番手は同じくミケロッテマーチ、松本圭司です。松本はね、そうですね、まあ、オールウェザータイビアでこれ一発かけたんですけど、やっぱちょっと後半追いつきのにはちょっと周回数が足りなかったですね。足りないですね、はい、さてトップ中島はドックストレッジに入っています。もうここまで来れば安心というところでしょうね。もう中島選手はですね、非常に慎重かつ冷静なドライバーですからね、もうあとはもうもらえると思いますね。はい、中島最後のトライアングルコーナーに差し掛かります。左の上はヘアピンのカメラですが、2番手の星野のすぐ後ろに高橋徹がついています。ヘアピンの入り口で高橋がインに入って抜きました、抜きました。高橋徹、最後の土壇場で2位に浮上いたしました。同時に中島悟選手はコントロールラインを通過、チェッカーを受けました。去年のグレート20、そしてグランプリに続いて通過 F2 シリーズ3連勝、通算10勝目を飾りました。ウィーニングランで左手を上げまして5万9000人の大観衆に応えております。見事でしたね。いや、本当に見事でした。まあ、初めての新しいチームに移りましてね、はい、まあ、チーム体制も決まってないのでよくここまで頑張ったと思いますね。そうですね。さて、こちらは2番手です。高橋徹に続いてその後ろ3番手はエジェ・エルンが上がっています。星野は4位に転落ということになります。新人の高橋徹、2位に浮上してトライアングルコーナーに向かいます。堤さん、ルーキーデビュー戦で2位というのは、今まで星野、高橋健二が3位というのがあるんですがね。そうですね、とにかく素晴らしいですね。しかも今回このように難しいコースでしたからね。さあ、チェッカーが見えました。ヒーローチームも大喜び。最終コーナーを駆け抜けて高橋徹、今チェッカーを受けました。続いてエジェ・エルンが3位でチェッカーを受けました。本当に高橋徹選手、ルーキーデビュー戦で2位、立派ですね。はい、4番手の星野もうフラフラです。今チェッカーを受けました。まさに力尽きたという感じですね。そうですね、ヒーローズチーム高橋徹のクルーデビュー戦見事2位入賞で喜びに沸き立っています。
さて中島が帰ってまいりましたが、まず準備ができ次第大健闘見事2位入賞の高橋徹選手のインタビューを試みてみたいと思います。そして F2 レースの結果を一つご覧いただきましょう。ご覧の通りでございます。後半追い上げました松本5位、そしてジェフリースは6位に入賞しています。ちょっとスタート大失敗してかなり、ちょっと最初苦しかったですね。でも昨日にラップタイム上がってましたし、順位も少しずつ上がって、まあ、監督に焦るなって言われてたもんね。スタートで失敗して もう徐々に落ち着いていきました。まあ、一台一台抜いてったんですけれども、その辺はうまくレースでしたね。見てて焦るなって言われましたいや2位だっていうのは分かりませんでしたけどね。もう3位出してなかったから。まさかあんな縮まると思わなかったから。あ、そうですね。そう、もうすごいですよ。 200% ぐらいですよ。チェックを受けて 200% でした。田中博文監督ももう最大級の賛辞を送ってますね。まあ、とにかく今日のレースはですね、新人選手の活躍、そして雨の中の中島選手の力走、もちろん星野選手もあれだけ頑張った、まあ、この辺雨の中ってドラマがありますね。そうですね。さてそれでは新しいコーナー素顔のドライバーに参りたいと思います。今回は優勝いたしました中島悟選手にスポットを当ててみましょう。頭のね、中島悟コンピューターの中にはもう明日のレースの大体のこう展開の絵みたいなのができているのでしょうか。ほとんどできてないね、まだ。明日のだって相手がいるんだ。あ、そうですね。だ、僕は理想が良い動画で勝つことだけどさ、でもそれにはね、他の 14、15台の人がいるわけじゃない。だからその人たちのコンピューターまで分かんないからね、何がインプットしてあるかねでも自分はこう戦いたいみたいなことってのはやはりありますか。まあもちろん理想はやっぱりね、用意どんで行ったっきりになっちゃうのがいい。目が闘志がみなぎってるというか、目にずっと光があるということに気がついてしまいましたそれはやっぱり明日のレースで恐怖抜けだったら困るでしょ。あのね、ジンクスってありますか、レースの時。例えばいっぱいあるんだよ。例えば右足から靴履いちゃダメだとか、そんなないんですから。そこまで細かくは気にしてないけどね、例えばそれがあって良かったとか悪かったって言えばね、できりゃいい方がいいんだからねっていう考えはあるね。ロータスの方の F1 のテストを受けるということでイギリスの方に行って、一番得したっていうか、こう儲けたみたいなまあためになったっていうか、平たく言えば、まあ簡単に言えば乗ったことのないものに乗っただけだよね。だからまあためになったするかしないか、やっぱり僕だろうし、これから、だから今すぐにね、そのことが答えになるとはやっぱり思ってないね。ただ自分が想像してたもんじゃないと、だけじゃないと、一応乗っかったという、その自分のね、あれはあるし、まあその時もね、ロータスの方から来年お前ヨーロッパでやらないかやるね、それだったらまたいろんなテストの、その、まあ、契約のあれもいろんな条件的な面でね、折り合うところもあったんでしょうけど、でもね、先のことあんまり分かんないんでね、決めてね、あくまでも夢みたいなね、その夢というか理想というか、ね、夢見るぐらいただだからね、まあ本当に自分でそのね、ロータスの人にどの子の言われたことも含めて、そういう方向にさ、行けるようにはしようとは思ってるぐらいの今ね、あくまでもね、ただ結果的にどうなるかわかんないと。素顔のドライバーのコーナー、中島悟選手でございました。さてそれでは続いて FF スーパーシビックレースハイライトシーン、堤智彦さんの車内カメラを中心にご覧いただきましょう。5秒4秒3秒2秒1秒スタート。だいぶ滑りやすいんで、ちょっと慎重に行かないと、相当滑りやすい。小竹選手は、堤さんは現在、小竹選手に続いて第2位です。
おっと、これは SG の大混乱です。いやすごいですね。いや、あのスタートがね、あんまりあんなにうまくいくとは思わなかったんですけどね、はい、しかし後方じゃすごい混乱があったんですね。そうですね、スリップが少し効いているんで、この方にだんだん近づくことができる。堤さんは2番手につけていたんですが、このここですね、はい、はい、この後です。これいやー、ほほー、スピンをするとこういう風に映ります。そうですね。あ、それでは一つですね、スピンの模様を堤さん解説してください。わ、はい、かりました。この 130R 突っ込んでですね、なんとかあの小田君に追いつこうと思ってちょっと迷いがあったんですね。あのかなり濡れてましたんで、でちょっとね、本格的にあのコーナリングができないなと思った時にスピン始めまして、あのガードレールにあの後ろを下がりながらぶつかりそうになったんで、これはいかんということがつくと、うまく止まってくれてよかったんですね。そうですね、あの積んでるカメラ高いんですよ。いやもうでも、はい、残念でした。これは4周目のストレートになります。68番の水川選手とのデッドヒートになります。やった、これもすごいですね。はい、もう前でね、水川が横になったんですが、まあ、うまく彼が立ち直ってくれたんでよかったです。よくやってくれて、非常に68番コントロールよくやってくれました。ほっとした表情ありありですね。そうですね、こちらは5周目のスプーンコーナーの出口になります。まだ水川選手とデッドヒートが続いています。抜けそうで抜けるか、うわー、やっと抜けそうです。うわー、やっと抜けた。レースはポールポジションからスタートいたしました高竹選手と佐々木修六選手との激しいトップ争いになりまして、最終ラップのバックストレッチで高竹が佐々木をかわして逆転優勝を飾っております。堤さんは結局6位入賞という結果になったんですが、車内カメラで初めてスピンを演じた感想はいかがですか。いやー、びっくりしました。あー、そうでしょうね。それでは FF スーパーシビックレースの結果をご覧いただきたいと思います。結果ご覧の通りでございます。さて、それでは続いて GP500 オートバイレースの模様をハイライトでご覧いただきましょう。3大メーカーのワークスマシン激突で注目されました 500cc クラスオートバイレース、これが全日本選手権シリーズの開幕になります。ホンダ RS500 にライディングいたします阿部隆をスタートから飛び出しまして独走体制、そして2番手争いが激しいデッドヒートになりました。1番の水谷勝と16番の木山健吾の2台が抜きつ抜かれつのレースを展開いたしまして観客を沸かせました。11番の阿部はその後もタイムをぐんぐん上げて2番手に大きく水をあけます。こちらは2番手、激しいデッドヒートを展開しています。結局この2番手争いの激しいバトルは最終ラップまで続きました。11番ホンダワークスの阿部は他の追随を許しませんで独走、見事に優勝を飾っています。2番手には木山を2秒ほど引き離して1番の水谷が入っております。その結果ご覧の通りでございます。嬉しいね、表彰台登らなきゃいけない。それではその他のサポートイベントの結果をご覧いただきます。激しい雨の中で行われました F3 レース、ポールポジションの鈴木亜久里が独走優勝を飾りました。スーパー
ません。オートバイレースでは先頭を走っておりました清原が最終ラップで転倒、森田が逆転初優勝を飾っております。今年も大波乱の幕開けとなりました F2 レース、期待の大型新人も登場いたしまして、堤さん、今シーズンさらに面白くなりそうですね。なりますね。あのまずホンダエンジン、そしてそれに対する BM、はい、そこに新人が絡んできています。今年は波乱含みですね。そうですね、はい、それでは次回 JPS トロフィーレースでまたお会いしたいと思います。ごきげんよう。さようなら。